はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県に来ておりまして、今日いただくお店さんは僕の後ろに見えております、よもきちうどんさんというお店さんでですね、デカ盛りをいただいていこうかなと思ってます。こちらのお店さんはですね、店名通りおうどんのお店なんですけれども、メニューを見たところ特製のデカ盛りがあるということで、本日はねちょっとそちらのうどん食べていこうと思います。知り合いもねちょこちょこと食べに来ておりまして、こちらのおうどん美味しいと評判でしたので、本日はですねよもきちうどんさんで美味しいうどんたらふく食べていこうと思います。ということでですね、本日お世話になりますこちらよもきちうどんさんの店内に入っております。こちらのお店さんはですね、まあもちろん小、これ並盛りでも 400g から始まりまして、結構ね量が多いんですけれども、通常のメニューでも富士山という約 3.7 キロあるですね、おうどんのデカ盛りなんかもありまして、それ以外にですね、今回ちょっと注文させていただきたいなと思っておりますのが、富士山セットという、こちらうどん 3.7 キロにプラスね、つけ汁が5種類選べるということで、今回ですねこちらのメニューでこのよもきうどんさんのね美味しいお汁、つけ汁をですね各種いただきながらもしっかりとうどん食べていこうかなと思います。早速注文しちゃいましょう。そしたらすいません、注文いいですか。はい、この富士山セットでつけ汁の方が肉なす汁と肉汁と肉汁ときのこ汁と油味噌汁とはい、と盛り汁でお願いします。こちらのよもきちうどんさんは基本的なベースのつけ汁が盛り汁、肉汁、きのこ汁、肉玉と、それ以外にも書いてあるのがきんぴらですね。これ単品で結構ね推しとしてあるみたいで、これ分かりますかね、むちゃくちゃ太いの、これ気になるよね。ってことで、もちろん追加注文しつつ、暑い夏のこの時期にはですね、こんな感じで牡蠣の冷たいお汁であったりとか、冬場にもまた別のメニューがあったりと、通年ね楽しめるお店さんみたいですので、ぜひ今回の動画気になった方はこのよもきちうどんさん食べに来てみてください。あーすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないようですね、こう見るとということでですね、本日注文させていただきました富士山うどん到着しました。やばい、とんでもない量でございます。もう早速ちょっと打ち立て出来立てをいただきたいと思います。そしたらまずはね、いつも通りこの麺だけで、やばいやばいやばいすごい量だね。十分ですね、このほんのりとした塩味だけで小麦の甘みがね楽しめて、個人的にはこのうどんだけでしっかり楽しめます。うん、によってこのうどん一つとっても麺一つとってもね、もう全然違うものなので、汁系だったらしょうがないけど、このザルの形で提供していただく場合にはつけ汁に行く前にね、まずねちょっと麺だけで味わっていただきたい。いやすごいいい、うん、うまい。ただちょっと今回ね、つけ汁も5種類いただいてますんで、どんどん使っていかないと麺がね足んなくなっちゃいますんで、まず初めのお客様はこの肉汁を食べてみてくださいと店頭にも書いてあったので、お店おすすめまず一発目にはこちら肉汁ですね、味わってみましょうか。絶対うまい、これうん、
うまっ。この一回締められた麺があったかいつけ汁に入るとね、よりもちもち感が増して香りも上がってくるし、何よりやっぱこの肉汁の油ね、これが絡んでうまいね。ちょっとしっかりと計算して食べていかないと、つけ汁5種類試せなくなっちゃう。うまっ。そしたらタイムこちらですね、2束ほどうどん食べ終わりましたので、ここで新たなつけ汁に1回きのこを挟みますか。これちょっと見てわかりますか。具材ゴロゴロ。きのこ汁に関してはこの油揚げとこの大ぶりに切られたきのこですね、これが山ほど入ってます。よいしょ。あ、待って、これすごい好き。やっぱキノコになると全然風味が変わってくる。よりね、和の味によった感じ。じゃあちょっとこの辺りで、もちろん今回ですね、こちらきんぴらも追加注文してますんで、いやこれうまそう。最高だなこれ。すげえうまい。ちょっとこのキノコ汁にごぼうだしもあえてね。幸せだな。でも食べ始めてから提供いただいてから結構時間経ってますけど、この一束一束ですね、しっかりこう区切っていただいてるので、全然麺もくっつかないし、何よりも麺がだれてない、うどんが全然だれてなくてうまい。そしたらただいま、ちょうど麺は半分で、このねきのこ汁も具材を完食させていただきました。残りね3束なんですけど、まだ使ってないつけ汁が3つありまして、1束1個ずつ使っていかないと間に合わないということで、この油味噌と肉なすの方は多分味濃いめだと思うから、一旦ここで中間としてね、冷たいこれ森の汁ですね、冷たいおうどんとこの冷たいつけ汁でね、セットでいきましょう。うまいね。もう最初のつけ汁でもそうだったけど、やっぱりだしがうまいからね、こんなに冷えたつけ汁でもしっかり香りあるし、うまい。ちょっとここに一回ネギも入れちゃいましょう。うん、うん、うん。天ぷら言ってなかった。ミックス天ということで、
これ本店さんにはなくですね、今日お邪魔しているこの東松山店さん限定みたいなんですが、ちょっとうまそうな揚げ物が山ほど載ってるんですけど、やっぱりおうどん屋さんといえば鶏天ですかね。うわうまっ。この鶏天単品だと2個入り150円で、6個入りでも450円でしょ。これマジで絶対頼むべき。あーやばい、ちょっと追加したくなっちゃってる。もうちょっと一旦この磯辺揚げもいっちゃっていいですか。あーダメだ、全部好き。ちなみにですね、僕こういうお仕事させてもらってるので、ちょこちょこちゃんとね健康診断行くんですよ。やっぱりこの年齢を重ねるにつれて少しずつね数字が良くなくなってきた。ただ毎回ですね、お医者さんに驚かれるのが、肺活量だけは重大波って言われるんですよ。人の数倍このすすってるから、そこだけは一生衰えない自信はある。ただいま一玉ね完食させていただいたので、次に参りましょう。そしたらやっぱりこれ肉なすですかね。これはおそらく夏季限定の漬け汁となりますので、この時期だけだと思うんですけど、さっきの肉汁がうまかったからね、絶対うまいはず。やっぱナスってうまいな。これはいい、最高にうまい。漬け汁っていうレベルじゃないぐらい具材がパンパンに入れて、もはや鍋ぐらい入ってる。ナスの味、うまみと肉の感じ、最高にうまいな。でもこれ7束で 3.7 キロということは1束につき 500グラム 以上あるのか。とはいっても通常の波が 600 グラムぐらいあるんで、この1束よりは1人前波だと多いですからね。そしたら本日残す具材は、まあ、漬けトッピングしたいものはありつつも、麺はこの一玉分、漬け汁に関してはこの油味噌ですね。いやこれ絶対うまいぞ。なるほどね、最後にしてよかった。ダメッとつでパンチ力がありますわ。やっぱりこのほんのりと甘みのある濃厚味噌味でして、もちろんベースの出汁の美味しさっていうのもあるんだけど、味のパンチ力は飛び抜けてますね。ちょっとここにいただいている油揚げと生姜を入れつつ、ちょっと七味ですよ。うん、やっぱこってりしてるから生姜合うな。
ということでですね、本日はこちらよも吉うどんさんで一番大きいメニューをいただいてきました。やっぱりね、麺ももちもちしてますんで、表記で言えば 3.7kg なんですけれども、漬け汁ですとかいろいろと含めて今お腹の中でね膨れ上がっております。正直表記以上に今めちゃくちゃお腹いっぱい。こちらのねよも吉うどんさんは並盛りが 600g で、小ですと 400g と、多分だけどね、小でも普通のうどん屋さんよりはちょっと多いかもしれないと、まあ、本当にそう思えるぐらいもりっとした量があるおうどんでございます。いろいろとトッピングも販売しておりますので、そういったものも一緒に味わいたいよってお客様はですね、並盛りではなくて小サイズでいろんなねトッピングをしていただくのが一番いいかと思いますし、通常メニューでも漬け汁が何種類かございまして、それ以外にも、まあ、限定商品とですね牡蠣、陶器とございます。ぜひですねレギュラーメニューのみでなく、いろんなメニューを楽しんでいただきつつ、撮影中もひっきりなしで電話がかかっておりました。予約とかもね受け付けておりまして、お持ち帰りお土産商品なんかも人気ですので、気になった方はこのよも吉うどんさんで店内店外問わずいろんな料理楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。